ち十字架を見上げた時、血に染められて苦しむ主を見て、私は助けもせず逃げ出した。イエスは祈る、彼らを許してください。死に命与え、絶望に希望を与え、罪と咎に許し与え、敗北に勝利した。主イエスの血によって。ルカの16章19節から31節開いてください。ルカの16章の19節から31節まで。私と皆さんで購読します。ある金持ちがいた。いつも紫の衣やお布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身の毛の貧乏人が出ている。金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。そこでこの貧乏人が走って見つかたちに向って、アブラハムのところに連れて行かれた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。これは先に言った。父、アブラハム様、私を憐れてください。ラザロは水を水に浸して、私の下を取り出すように、ラザロを私はこの炎の中で苦しんで離れません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。それは彼ではなく、私たちとお前たちの間には大きな縁があります。ここから土地がやったことをしても、そこから私が越えてくることもできるようになります。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの時に来ることもないように、よく言い聞かせてお願いください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼らは言った。いいえ、父アブラハム、もし彼らが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔いのために死なれません。ご一緒に。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アメン。この例え話、皆さんよくご存知だと思いますけれども、この前の章、15章、16章の前半を見ていきますと、これはパリサイ人に対していわば警告として与えたお話だということですよね。でちょっとこの15章の1節、2節、そして16章の14節の言葉をちょっと一緒に読んでみたいと思います。はい。さて主税に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとしてまずに近寄ってきた。するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。
この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエス様の時代、宗教家の代表格として立法学者パリサイ人っていう人たちがいました。彼らは厳格に神の律法を守り、またそれを人々に教えておりました。ところが御言葉というよりは自分たちの解釈、先祖たちの言い伝えというものを神の言葉と同等かそれ以上にしていたわけです。で、彼らの中に豊かであることが神の祝福であるという考え方がありました。自分たちは豊かで、そして律法をきちんと守っている、そういう自己満足と周りの人の評価ばっかりを気にしている、そういう人たちでした。そして律法を守らない人、例えばこの修繕人や罪人たちを蔑んで彼らと一切関わることもしなかったし、憐れむこともしなかったんですね。いつも心の中に批判的な態度がありました。それはイエス様から偽善者と言われるほどだったんですね。ところが救い主イエス様は罪人の友となってくださったんです。社会的な弱者、そういう人たちから無視されている人たちの友となって手を差し伸べ、愛を示し、癒しを行い、福音を述べ伝えてくださった。だからそういう人たちがイエス様のもとにどんどん集まってきた。そういう人たちは敏感ですよね。子供とか痛みを抱えている人っていうのは非常に人に対して敏感ですから、裁かれると思うと近づきません。でもこの人大丈夫だなと思ってたら近づいていくわけですね。だからイエス様の周りにはそういう人たちがどんどん集まってきたわけです。そういう様子を見てこのパリサイ人と律法学者たちはね、つぶやいたんですね。さらにこのイエス様のお話に対して嘲笑ったという言葉が出てきます。彼らは考えてたでしょうね。自分たちこそ神の国に入るに一番ふさわしいものだ、自負してたんです。何よりもアブラハムの子孫、ユダヤ人であり、割礼を受けていて律法を守り、自他ともに認められている。でもそういう高ぶりを持っているパリサイ人たちに対してイエス様はこの金持ちとラザロの話をしたっていうことですよね。ここに出てくる金持ち、いわば当時のパリサイ人、律法学者を指していたんじゃないでしょうかね。紫の衣っていうのはその時代非常に高価なもの、今で言うと、ブランドスーツみたいなものですよね。そして贅沢に彼はお金を使って遊びほうけていたわけです。ところがその門前にラザロという一人のホームレスの人がいました。金持ちの前に行けば何か憐れんでもらえる、そんな気持ちからその門前にいたんでしょうね。聖書には詳しく書いてないですけれども、多分この金持ちはその様子を見ながら憐れむことをしなかったんじゃないでしょうか。ただ自分さえ良ければいい、そういう人生を謳歌していきました。そしてこのラザロは病気、あるいは食べることができなくて死んでしまったって言うんです。ところがね、御使いたちがやってきてラザロをアブラハムのいる場所、アブラハムの懐って言いますけれども、そこに連れてってくれた。彼はそこで本当に安らぎ、平安をいただき、全ての苦しみから解放されたんですね。そしてやがて金持ちも死にました。日本で言えばたくさんのお坊さんを呼んでですね、盛大なお葬式をしたでしょうね。また立派な戒名も何百万もかけてつけてもらったかもしれません。そして人々からあの人は立派だった、たくさん寄付もしてくれたなんてね、言われたかもしれない。ところが本人がですね、死んで気づいてみると苦しみの場所にいたというんです。皆さんどう思いますかね。皆さんは死んだ後の世界
ていうのを信じていらっしゃいますか？ある方は死んだらそれでおしまいだと言います。人は無になるとか何もわからない、眠った状態になると考え信じている人たちがいます。あと輪廻といって、他のものに生まれ変わってくる。だから次生まれてくるときは、皆さんが今このね行っているその行いに応じて、虫かもしれませんね、なんだろうと、豚さんかもしれないしね、わからないですけどね、何かにこう生まれ変わってくる、そういうふうに考える方もいらっしゃいます。皆さんどうですかね。残念ながらイエス様を信じていても、死後の世界についてちゃんと聖書から理解していない人たちがいます。でもイエス様はこの例えを通して、実はこの金持ちは苦しみの場所にいて、苦しくて苦しくてしょうがない、そういう状況を描いているわけですよね。そしてその苦しみの中でふと目を上に上げるとですね、なんと自分たちの祖と言われる、父祖と言われるアブラハムが見えるんですよ。そしてそこに見覚えのあるやつがなんか幸せな顔して安らいでる、ラザロじゃないですか。それで彼は言うわけです。父アブラハム様、どうぞ私憐れんでくださいって。もう苦しくって苦しくってしょうがないね、もうこの喉が渇いてしょうがない、だからラザロにこっち側に来て、私の舌をこの水でこの潤すようにしてくれってお願いをしました。まあ、仏式の葬儀でもね、亡くなった方にお水を添えるとかあげるって、まあ、詳しい意味があるのかもしれませんけれども、でもどうもこの苦しみの中でなんかそういう現実を知りますよね。ところがアブラハムが言うんです。残念だけどね、私たちのいるところとあなた方のいるところには深い淵があって、こっちからそっちにも行けないし、そっちからこっちに来ることもできないんだよって言うんですね。で彼はですね、その死後の現実を知って諦めるんです。ところが彼はその中で考えます。自分はね、ユダヤ人だから黙ってても神の国に入れると思ってたけど、そうじゃなかったんだと。で彼はそうだ、自分には5人兄弟がいるな、彼らもこの現実を知らないでただお金儲けし自分勝手に生きている、彼らまでこんな場所に来てほしくない、だからラザロを生き返らせてメッセンジャーとして送ってくださいって言ったんです。つまり彼は自分の苦しみだけではなく後悔や葛藤があったっていうことを知りますよね。でもアブラハムが言うんです。たとえ死んだ者が生き返ってもそういう言葉には耳を傾けないでしょ。彼らにはすでにモーセと預言者との教え、これは旧約聖書のことを指しています。すでに神様の律法、神様のお言葉が与えられています。それをいつも読んでるはずです。それを聞いてるはずです。それを聞き教えを受けていながら、そこに心を向けていないとするなら、たとえ死人が生き返ってメッセージを伝えたとしても彼らは聞き入れない。でこういうお話をしました。これはどうでしょうね、当時のパリサイ人立法学者にとってはものすごいショッキングな例えだったと思います。でも単なる例えなんでしょうかね。イエス様の例え話っていうのは生活の中にある実際のものを用いてよく例えを話されました。作り話とかのではなくて現実にあるものを作って話した、そういうことを考えるならば、これも死後の世界についてイエス様が私たちに少し教えてくれる部分だと捉えてもいいんじゃないでしょうか。
聖書は死ということについて教えています。御言葉一緒に読みましょう。3、はい、あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。聖書は人間がどのような構造でできているか教えています。最初の人間アダムとエバは、神がこの土地の塵を使ってちょうど粘土をこねるようにですね、この肉体を、作ってくれた。そしてその鼻から神の命の息、霊を吹き込むことによって、人は生きた魂となったというふうに聖書は書いています。だから私たちは霊と魂と肉体という、この3つの領域からできているというんですね。そして死というのは、この肉体から霊が離れること、これを死と皆さん言います。で、医学的には脳死とかいろんなこの判断基準があるんですけれども、まあ、宗教的というか聖書的には、その人の体から霊が離れること、これを死というわけです。で、どうですか、霊が離れた瞬間、私たちの体って硬直し始めますよね。そしてそれを火葬場に行って私たちは焼いて、この骨にお墓に納めるわけですけれども、昔であれば土にそのまま葬る。そうすると肉体は土に帰っていくというふうによく言いますよね。でもそれで終わりじゃなくて、本体である霊、これはこれをくださった神に帰るという言葉があります。聖書が教える死後の世界って何でしょうね。じゃあ一番目読んでみましょう。3、はい、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、死後の世界があるんですね。人が一度死ぬ、これはみんな知っています。でも死後の裁きという現実があるんだと聖書は私たちに警告しています。じゃあ次も、はい、その金持ちはハデスで苦しみながら目を開けると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。どうもこの裁きを受ける場の一つがハデスという場所で、死後苦しみがある、さまざまな心の葛藤があるんだということもこの箇所から見ることができます。じゃあ3番目、3、はい、イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。苦しみの場所だけではなくて、イエス様が共にいてくださるパラダイスという場が同時にあるんだ。まあ、仏教用語を使えば、天国地獄というのは現実のものであるということを聖書は教えている。皆さんこれ信じますか？これものすごく重要なことなんです。皆さんがイエス様を信じても、いや別に天国もないし地獄もないとするならば、あなたの救いっていうのは一体何なんでしょうね。そうでしょ。もし死んでみんな寝たような状態になるとするなら、死んで無になるとするならば、イエス様の十字架の救いはいらなくないですか？だってこの世の中に生きてることだけじゃないですか。だったらどんな宗教を信じたっていいし、神なんか信じないで自分の好きなように生きたっていいわけです。でもそうじゃない。聖書は永遠の世界があるんだと教えているんですね。そしてこの素晴らしい天国というところもあれば、苦しみの場所もあるんだと教えている。それが分からないと、イエス様の十字架の救いという素晴らしさが分かりませんし、私たちがなぜ人々にこの素晴らしいイエス様の救いを語っていくのか、またイエス様の救いを私たちがしっかりと保ち続けなければならないのかということが分からないのです。皆さんどうぞ悪魔に騙されないでください。
聖書は最後の審判ということを教えています。いわばこの金持ちとラザロの状態というのはですね、いわば旧約聖書の時代のこの領域なんです。でもそこで終わりではなくて、最後の審判というのがあることを黙示録で教えています。ちょっと長いですけど読んでみましょう。3、はい。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、これは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。これ文だけで見ると分かりづらいんでちょっと図解しますね。聖書から私たちが知ることができるものですけれど、いわゆる旧約時代、いわゆる読みの世界、死後の世界っていうのがあることを知ります。ただしこの死後の世界っていうのは大きく2つに分かれていたようですね。一つはこのハデス、今日のところではアブラハムの金持ちが苦しんでた場所ですよね。このハデス、いわば最後の審判までの待合室だと考えてください。ここに苦しみがあります。後悔があります。葛藤があります。これがハデスという場所ですね。そして黙示録を見ていきますと、世の終わりにこの地の深いところが開かれてですね、民を裁くため、害を加えるためにですね、さまざまな悪霊どもが解き放たれるなんていう箇所が出てきますけれども、もしかしたらこのハデスの他の領域にそれがあるのかもしれません。これちょっとよくわかりませんけれども。そしてもう一つはアブラハムの懐、これは比喩的な言葉ですけれども、ちょうど例えの中で、ラザロが安らいでいた場所、アブラハム、旧約の生徒たちがいる場所、これアブラハムの懐って書いてあるんですけれど、実はこれパラダイスというんですね。でイエス様が十字架にかけられた時にね、両脇に2人の強盗も苦しみの中にいました。で1人の強盗が途中で悔い改めてね、イエス様あなたが御国の位につく時私を思い出してください。その時イエス様なんて言いましたか。今日あなたは私と共にパラダイスになってくれたわけです。でだからイエス様が十字架で死んで、そしてここに下られたということですよね。あの十字架上の一人の罪人もここに下られた。でもですね、この旧約時代はこのパラダイスでさえも天にあったわけじゃない。神様がここにいたわけじゃないですね。でも素晴らしいのはイエス様が復活してですね、そして天に昇っていかれました。でそれ昇天と言いますけれども、その時になんとこの地にあったパラダイスが天に引き上げられたということなんです。これすごいと思いませんか。アブラハムの懐って言われているところにでさえ慰めがあったんですよ。安らぎがあったんですよ。でもそれでも素晴らしいのに、なんと天の神様がおられる領域にですね、なんとこのパラダイスが引き上げられたということなんです。だから今はイエス様を信じる人たちは直接この天に上げられたパラダイスに行くことができます。皆さんよかったね。よ
かあまり予想なくて。すごいことだと思いませんか。イエス様がおられるんです。旧約の生徒たち、あと十二弟子たちもいるんです。私たちの信仰の先輩たちもいるんです。御使いがいて、神様は本当に賛美されて、栄光に富んだ場所、そこに私たちの肉体は滅びますけれど、霊は直行するわけです。しかしハデスは相変わらず苦しみの場所としてあります。やがてイエス様がこの地上に再臨なさいます。その話を皆さんにしたと思いますね。その時に白い御座の裁き、つまり最後の審判というのがなされるんです。で、素晴らしいことはイエス様が地上に再臨される時にですね、パラダイスにいる生徒たちも一緒にイエス様と共にこの地上に皆さんやってくるというんですね。当然その前に体の復活というのがあるんですけど、じゃあハデスにいる人たちはどうなるんでしょう。黙示録を見るならば、火の池、これはまさに悪魔が投げ込まれる場所、悪霊どもが投げ込まれる場所ですけれども、このハデスはこの中に投げ込まれると黙示録の中に書いてあります。つまりこれが永遠の裁きですね。苦しみって一瞬だと耐えることができますよね。でも永遠に火で焼かれ続けたら皆さんどうですかね。ちょっと想像することができない。それも痛みがないとか感覚がないんじゃなくて、はっきりしてるんですよ。そういう苦しみの場所、これゲヘナと言いますよね。こういう皆さん死後の世界があることを聖書は教えています。そして素晴らしいことは、パラダイスに行かせてもらえた私たちはですね、イエス様が再臨した後、もちろん千年王国をこの地上で過ごし、新しい天と地に永遠に神と共に生きることができると書いてありますね。それは今の体じゃありません。復活の体です。みんな輝いてます。私たちの魂は罪に汚れていません。本当に素晴らしい状態です。そして神と共に、死にある兄弟姉妹と共に永遠に生きることができる。これが聖書が約束しているものです。皆さん信じますか。私はクリスチャンとしてこのことをはっきりと自分の中に理解し、受け入れ、信じなければなりません、ね。私たちがイエス様を信じて与えられるものっていうのは安っぽいものではないんです。人はいただいたものの価値がわからないとそれを大事にしません。そうでしょ。私は中学生ぐらいの時にですね、父親がいつも海外に船の仕事で行ってましたので、今だと何でもないんだけどね、昔だからいわゆる舶来物をたくさん買ってくるわけです。で、今考えるとモンブランとかですね、あとパイロットとかいう万年筆があるんですけども、今考えたらちょっとびっくりしますけど、全部純金4本ぐらいの父親が持ってるんだけど、あれは豚に真珠だと思いますけどね。私にこれじゃあやるってくれたんですよ。で、中学生の私がそのモンブランだなんだの金ピカのもらったってね、これは嬉しくなるわけ。いやダサいなとか思ってね。で、もらっても結局何ですか、使い方もよくわからないんで、ペン先ぐちゃぐちゃにするし使えなくなっちゃった。今考えてみるとお宝ですよ。でもその意味が全然わからないんで、ほったらかしといてですね、壊しちゃった。皆さん、イエス様を信じて与えられている救いの素晴らしさをどうぞ知っていただきたいんです。ヤコブの息子に双子の子供がいました。長男をエサウと言って、イサクですね、イサクの息子ですね、双子の息子がいて、長男をエサウ、次男を
ヤコブと言います。双子でも先に生まれたら長男なわけです。で当時最初に男の子が生まれると長子と呼ばれて特別な権利を与えられました。財産は2倍受け持つことができるし、家計に名を刻んで神様の祝福をいただくことができる。これは特別な権利なんです。だからエサウは最初に生まれたもんで、生まれながらにこの長子の権利を持っている。でも彼はその素晴らしさをよく知っていませんでした。一方次男のヤコブはもうそれがどんなに素晴らしいものかよく分かってたんです。だから欲しくて欲しくて何とかして兄さん騙してそれを奪い取ろうって虎視眈々と狙ってました。チャンスがやってきたんですね。エサウは非常にアクティブな人で、山に行ってはですね、狩りをして獲物を取ってきました。何日かもう食べないでね、獲物を取って戻ってきたわけですけど、ちょうどその時ヤコブは赤いレンズ豆の支柱をグズ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 にニーニーとあったんです。もういい匂いがしてね、あ、エサウはもうお腹空いてますから、おいヤコブそれ食わしてくれよ。いいよ、でもね兄さん一つ約束してよ、兄さんの長子の権利を私に譲るって言ってくれって。そんなもん腹減って死んだら何の役に立つんだ、やるやるって言ったんです。でも皆さん、このように軽んじた結果、エサウは持っていた長子の権利を失ってしまうんです。その時からこのヤコブね、非常に悪賢い男ですけれども、彼にですね、神様の恵みと祝福が流れるようになります。後でエサウはそれに気づいて悔い改めようとするんですけれど、聖書は憐れんでもらうことができなかったと書いてあります。私たちはイエス様を信じて永遠の命というものをいただきました。アメン。皆さん神の子供なんです。私たちの霊は新しく生まれ変わっているんです。そして聖霊があなたのうちに住んでいてくださり、あなたは神の栄光を表すものとして用いられるものです。祝福も約束もあなたのものです。本当ですか？だったら私たちもっと神様のに熱心になるんじゃないでしょうか。でもそれがよく分かってないと、最初は興奮しますけど、だんだん慣れてきて世の中の他のものの方が大事になっていきます。時には死んでも、あ、別に天国行けるのがいいかなぐらいですよ、皆さん。でもね、この天国に行けるっていうことは素晴らしいことです、皆さん。そして私たちのこの体が新しく復活するんです。イエス様と共にこの地上に降りてきて、この地上の千年王国を王の一人として治めるんです。永遠に新天新地で神と共に生きることができる、そんな素晴らしい約束がイエス様の救いの中にあります。皆さんその約束いただいてるんです。皆さんどうですか？一杯の食べ物と交換しますか？それで気をつけなくちゃいけない、まあいいだろう、まあ信じてるから。パリサイ人と律法学者たちがそうだと思います。自分は正しく生きて、自分は金持ちで生活が満たされてる、神から祝福されてる、みんなの評判もいい、でも心は神から全く離れイエス様を拒絶していたんです。私たちはそうなってはいけないですよ、ね、そして私たちの愛するどうですか？家族、私はね、自分がクリスチャンになった時にお母さん嫌いでした。うるさいことばっかり言うからね。でもここにいてほしくはなかったですよ。何が何でも救われてほしかったです。父親、何が何でもイエス様信じて天国に行ってほしかった。あの親戚のおばさん、学校の友達、みんな天国に行ってほしかった。なぜ？イエス様を知って天国地獄の現実を知ったからです。だから嫌われても、お母さんね、イエス様だよ、イエス様だよ、父さんイエス様信じようよ、そんな暇があったら勉強しろって言われました。お前みたいのが救われて誰々君の方がよっぽど天国に行くにふさわしいって言われました。
あそうだなと思いながらね、まあでもイエス様だからって、本当に両親のため、親族のため、祈り、機会があるために伝道しました。皆さん、神様は救ってくださるんですよ。救ってくださるんです。もちろん伝えたけど拒んでいった方々もいらっしゃる。伝えきれずにいた人たちもいます。でもそれはもう神様の御手に委ねて、で皆さん、家族が、自分の夫が、子供たちが、両親が、イエス様の救いを実は必要としているということなんです。私たちはそれを知ってます。御言葉読みましょう。3、はい、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。どうでしょうか、皆さん、イエス様を信じなくても天国行けるんじゃないの？そう思ってませんか？私はこう信じてます。ちっちゃな子供たち、お腹の中にいる胎児、いろいろな事情で、ね、お腹の中で亡くなった、そういう子供たちは私は主のもとにいると私は個人的に信じています。その根拠は何だって言われたら、天の御国はこのような者たちのものですと幼者に対してイエス様が言ったから。僕は本当にこの胎児や幼くしていろんな理由で亡くなった子たちは主のもとにあると思います。でもそれが全員に適用されたらいいんだけれど、聖書はそう言ってない。ここにはっきりと人は律法の行いによって義と認められずと言っています。皆さんの周りにいい人たくさんいるでしょ。クリスチャンより立派な人たくさんいます。でも聖書は人は律法の行いによって義と認められずと言っています。神様のレベルってものすごく高いんですね。だから神様の目で見るならば、私たちがあの人はすごい、天国に行くにふさわしいと思っても、神様のレベルには到底及ばないんです。どうしたら救われるんですか。ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められると言っています。つまり神様が定めてくれた方法を私たちが受け入れるということなんです。人間の方法で救いを得ようとしているものが実は宗教というものですね。人間が神様を求めて神に近づこう、あらゆる宗教がある。そしてそれによって救いを得ようとしますけど、これは人間の方法です。でも神様が定めた方法は、神の子イエス・キリストの身代わりの死を通しての救いなんです。罪のない神の子イエス様が、私は皆さん、いや過去も現在も未来も全ての人の罪の身代わりとなって、あの十字架で罰を受けてくれたんです。そしてご自分の血を流し、命によっていわば全人類の罪の借金を支払ってくださった。証拠はどこにあるんですか。3日目に復活したということなんですね。だからそういう意味で全ての人の罪の清算はイエス様によってなされています。え、じゃあなされてるならいいじゃないってある人は言うけれど、それが個人個人に適用されるために、このイエス様を救い主と信じるということが必要です。だから今は私がこんな悪いことしたから、あんなことしたから裁かれるというのではなくて、神様の基準はこの救い主を私たちが受け入れるか拒絶するか、それが判断基準に今なってるんだということ。皆さん理解しました？大丈夫？だから
で、この言葉を言うと時々怒る人がいますよね。イエス様以外に救いはない、ずいぶんキリスト教で傲慢だなって言うけど、普通に考えたらそう見えるかもしれないけど、これは私たちが考えたんじゃなくて、神様がそう決めて私たちにそれを示してくれたんです。そしてイエス様もはっきりと、私が道、真理、命、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、つまりパラダイスに行けないって言ってます。言い換えると、こんな素晴らしいことはないでしょ皆さん。ただです、行いいりません。このことを本当に感謝して受け入れて、このお方に従っていこう。それによって私たちはこの救いをいただくことができます。だから機会があるたびに、子供であろうがお年寄りであろうが若者たちであろうが、このイエス様の救いを皆さん伝えていくんじゃないですか。病床にあってもイエス様のことを伝えるのは何のためですかね。世の中の人であれば、もう余命いくばくもない人、あるいはもう本当に虫の息の方に対してお見舞いしてもですね、することがないですよ。一言言うと、もっと頑張ってね、何を頑張るんですか、もう散々生きて頑張ってきたのに、それでも頑張ってねとか、もう言葉がない。でも私たちクリスチャンは希望があるんです。その人がまだイエス様を信じてないなら、もう霊が離れる直前までイエス様のことを愛を持って語り続けることができます。永遠の命があるよ、イエス様信じよう、救いをいただこうって、その方の意識がなくても耳元で語り続けるのは、皆さんこの現実があるからです。ある方はその中ではっきりと信じます。ある方は分かりません。でもいいじゃないですか、それは神様の領域だからね。亡くなった方がどこに行ったか私たちは考えるべきじゃありません。でも精一杯愛を持って語り祈り、それでも語り続けるというのは、この素晴らしいこの救いがあるからなんですね。何も皆さんにプレッシャーかけてるわけじゃありません。いいですか、現実を語っているんです。前も何度か話したことがありますけれど、インドの宣教師でね、エミー・カーマイケルっていう女性の方がいらっしゃいます。昔のことですからね、そこで宣教するっていうのはどんなに大変だったでしょう。でもそのエミー・カーマイケルっていう宣教師がある時、一つの夢を見たって言うんですね。それは大勢の人が川のようにですね、ある方向に向かって歩いていく。ところがよく見るとその先は断崖絶壁でね、そして人々がそれを知らずにそこからどん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 底知れぬ穴の中に落ちていく。もうそれを見て彼女は凍りついたって言うんですね。でもその崖っぷちのところにですね、何人かのクリスチャンの人たちがいて、この先行ったら危ないよ、ここから来ちゃいけないよって一生懸命声かけてるんだけど、その数が少なくって、もうその間をどんどん通り抜けていく。なんでみんな気づかないんだろうってよく見ると、歩いてる人たちの目が今は覆われて盲目の状態ですね。そしてそこから声にならない叫び声を上げて地の底に落ちていく。そういう光景を彼女は見たんですね。そしてパッと場面を映すと、美しいこの野原みたいなところがあって、そこにクリスチャンたちが楽しく賛美歌を歌ったりですね、みんなで、もう良い交流を持ってた。その状況に気づかないようにですね、自分たちでお花を摘んで歌を歌って楽しんでた。で、彼女は夢の中で、なんであの叫び声が聞こえないんだろうと思って見てると、一人の子供、女の子がね、その声を聞いて、あ、助けを必要としてるって立ち上がろうとしたら、周りの人が引っ張ったんです。もうそんな危ないとこ行っちゃダメよ、このところで一緒にお花摘んでいましょう。で、彼女はね、その中で本当に苦しんでいると声が聞こえた。誰が私が使わそう、
その時彼女は、主よ、私がここにいます、私を使わせてください、そういう彼女の夢の証を、まあ、夢のお話ですけれどもね、聞いたことがあるんですけれども、私たちはイエス様に会って、この人生、神の祝福と恵みの中を歩みます。でも神様は私たちを救ったことの本当に中に使命を与えてくださっているんですね。それはあなたを用いたいということなんです。あなたを用いて神様の栄光を表したい。今もあなたは用いられてますよね。あなたを通して家族の中に素晴らしい祝福が流れてます。あなたが多くの人を慰めてあげて、助けてあげて、祈ってあげてる、本当に素晴らしいと思います。それをもっと神様はしたいんです。そしてあなたの言葉を通して、このイエス・キリストの救いということ、死後の現実について人々に伝えてほしい、それが主の願いです。神様だから何でもできる、天使を使わせたらいいじゃないですか、夢を見せたらいいじゃないですか。実際イスラム教国、非常にこの迫害の激しい、そういう中では確かに一晩にそのイスラム教徒がイエス様のその夢を見てね、一晩で村人全員が改宗した、そういうことも確かに報告されてるんです。でもそれは特殊だと思いますね。でも神様は私や皆さんを用いたいんです。皆さんはどうやってイエス様のことを知ったんでしょう。私は一人の高校時代の同級生を通して教会に来ました。彼はあまり宗教的じゃなかったです。私を誘った言葉は、村岡、教会にはな、可愛い女の子がたくさんいるぞ今度一緒に行かないか。その一言ですよ、イエス様の話は一切しない。私行くって言ったらですね、神様救ってくれたわけですよ。だから私言葉が上手じゃないとかね、うまく喋れないとか、あんまり関係ないようですね。残念ながら彼はですね、洗礼を受けてクリスチャンになったのにね、今教会取らんですよずいぶん前に会ってね、教会取るったら、あ、若い時そういうこともあったねなんて言ってね、知らんぷりされて本当にショックでしたけれども、でも私は感謝してるんです。彼があの一言がなかったら私教会行ってないからね。だから皆さんの一言、イエス様のことうまく喋れなくても、あなたがそのことをいつも思ってトラクトを渡すかもしれない。今度教会行ってみない、イエス様ね、永遠の命の祝福くださるんだよ、そういうことを伝えていくとするなら、時にあなたが祈るならば、主はあなたを大きく用いてくれます。アメン。ただし私たちは呪うものじゃないということですね。私はよく失敗しました。あんまり救われてほしいんで母親にこう言いました。母さん、イエス様信じないと母さん地獄だよ地獄だよ、信じない、あ、地獄とかですね、まあ、そんななんか愛のないような呪いに近い言葉を、本当に愚かだと思いますけど言った。で、大館に来た時の最初も訪問伝道してですね、救われてほしいがゆえに熱くなりすぎてですね、話してるうちに罪によって滅んでいくんですよ、じゃあ信じない私はどうなるんですか、地獄に行きますおばあちゃんに怒られたことありますけれどもね皆さん、信じないと地獄に行くよ、それは心の中で収めておいて、でもイエス様の愛について救いについてどうぞ話してあげてください。イエス様、あなたを本当に愛してますよ、あなたに永遠の命くださいますよ、イエス様信じましょう、でもどうしてもっていう時にはこういうことがあるんですよと愛を持って語ったらいいんじゃないですかね。私たちは祝福するものです。お祈りします。天の父なる神様、今日金持ちとラザロの例えを通して多くのことを教えてくださいました。当時の宗教家、律法学者やパリサイ人たちは自分たちこそ天国に入るにふさわしいと思っていました。でもその実際は誠の神からずれていて、救い主イエス様が来てもそれに気づかず、
イエス様を嘲笑い批判するようなそういうものでした。そういうものに対してイエス様はこの例えを話されました。同時に私たちはこの例えを通して、また他の聖書箇所を通して死後の現実を今日知ることができました。何よりも感謝なことは、イエス様、あなたの十字架の贖いによって全ての人にこの救いの道が備えられていることをありがとうございます。私たちが過去にどんな歩みをしていようと、今がどうであろうと、このイエス様を信じるなら罪を許していただいて永遠の命、天国の希望が与えられることを感謝いたします。どうぞ今日ここに来られている方が、全部の方がイエス様を信じて受け入れることができるように助けてあげてください。同時に私たちの愛する家族、まだあなたを知りません。あなたに背を向けています。でもどうぞ、最初は伝えたかもしれません、でもあまりにも拒絶されてがっかりしている方、諦めている方、恥ずかしい思いをしてきてもういいやと諦めている方がいらっしゃるなら、今日どうぞその心を慰め励ましてください。もう一度祈るところから始めることができますように、家族のために祈り、職場の人たちのために祈り、友人のためにまず祈って、そこから主よスタートできるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。皆さんね、きっと皆さんも最初は伝えたんだけど、拒絶されると嫌だよね。嫌な顔されると傷つきます。伝えてるのに信じてもらえないともうやめようかなと思います。でも皆さん、信じる信じないは私たちの力じゃないんですね。神の領域です。だからどうぞ今日もう一度心をリセットしましょう。そしてまだそういうなんか心が備わってないなとしたら、まず今日からあなたの家族の救いのために祈り始めたらどうでしょうか。お母さん救われるように、息子が救われるように、孫が救われるようにという、まず祈りから入っていくならば、必ず神様が何かチャンスを与えてくれます。その時に、今度教会クリスマス近いですからね、クリスマス今度教会行ってみない、イエス様の本だけどこれ読んでみない、でそのようにして知恵を持って必ずできますから、どうぞもう無理って言わないでください。そして変に自分に、なんていうか、自分が今まで何してきたんだろうっていうこともあんまり自分を責めないでください、ね。主にあって今日語られたことを受け止めていただきたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき交わりが皆様方と共にありますように。アーメン。死に命
し合い